2たすルーンスプールたす x は9というこの方程式を解けばいいってことになります。本当にピーブスの邪魔だけじゃなくてね、思いがけないアシストでハリーたちの一喜一憂がね、より豊かなものになっていったのは間違いなくて。どうもここです。先日発売したハリポタオープンワールドホグワーツレガシーやっていきます。ニュートスキャマンダー風ハッフルパフ生徒をね、キャラメイクしてホグワーツを走り回ってる今日この頃ですが、今日はこのよく見かける魔法生物ドア、これ何の魔法生物なのってところと、解除方法をね、しっかりと動画に残しておきたいと思います。簡単に言えば0から9だよーで済んじゃうんですが、ちゃんとヒントの紙も落ちてるので、まずそちらに行きたいと思います。はい、まずはホグワーツの中央広場、ドラゴンの壁画が見えるところですね。ここの逆側の階段を上がっていきます。そして、左の螺旋階段、あります。ここ登っていくと占い学の教室があるんですけどね、トレローニー先生懐かしいですね。その途中のところにこの扉があって、この梁を進んでいくと、はい、進んでいきます。進んでいくと、魔法生物ドアあります。そしてこの箱、これがヒント箱です。でここのヒント箱を開けることで、この魔法生物ドアの開け方が分かってくると思うので、ここが、ホグワーツの中にいっぱいある魔法生物ドアの中の第1ドアなのかなと思います。開けてみます。はい、こんな感じで、各魔法生物に数字が割り振られています。これを当てはめていくと魔法生物ドアは開けられます。ちょっとね、その前にせっかくなんで意味も言えるかな、ポケモンの名前って感じで、魔法生物の名前をね、僕も言っていこうかなと思います。ハリポタオタクとしてのガチ度が試されるやつですね。まず0、これはデミガイズです。ファンタスティックビーストの1でも大活躍した未来が見える動物ですね。で1がユニコーン で角が1本なんで多分1にしてます。2がグラブホーン、これもファンタビか、ファンタスティックビーストでなんか親子を飼育してましたよね。3、これ迷うけど多分3つ頭っていうところでルーンスプールかなって思います。よく魔法薬の調合で、ルーンスプールの卵めっちゃ出てくるイメージがあります。うん、多分そうです。4ですけど、これは多分この手のモフモフの鳥ってフーパーだっけ、フーパーめっちゃピンクのやつかなと思います。どんどんいきます。5が、クインタペット、イギリスのマントの紋章とすごい結びついてるのかなっていうので、すごい印象的な魔法生物なんですけど。そして6、サラマンダーかなと思います。ニュートスキャマンダーがあのファンタスティックビーストでティナの目はサラマンダーみたいだって通貨なんかで言ってましたけど、それが印象的な動物ですね。で問題なのが7ですよね。なんだろうマジで。水中のタコみたいな感じですけど。炎のゴブレットに出てきたグリンデローかな。なんかあれ、すごく亜種っぽい感じだった記憶があるんですけど、映画でね。これが一番わかんないです、正直。多分グリンデロー。はい。他のやつも、訂正含めてですけど、コメントお待ちしてます。で、そして8、アクロマンチュラですね。はい、ハリポタおなじみの雲で、足が8本ってことで8なのかな。で、最後9、これは9つの首なんでヒュドラかなーって感じですね。ちょっとこれも不安。ちょっと、そもそも曖昧なんですよね、この絵たちがね。なので別解釈もあるかなーっていうところはありますけど、そんな感じです。はい。ちょっと解除方法知りたいだけの人、もしこれ聞いちゃってたら長々と申し訳ないですが、ということで、素敵なね、魔法生物たちをこんな綺麗な扉に
モチーフにしてくれて本当にありがとうって思います。ありがとうございます。ってことでね、ここでちょっと一個解除してみようかなと思います。はい、まず下から、真ん中が全部を足した数ですね。なのであと何を足したら4になるかってとこで、ここはもう分かりやすいですけど3ですね。じゃあ3の魔法生物はっていうとこで、それをここで打ち込みます。これ綺麗に0から9並んでるので、まあ、これを見ながらで解けるんですけど、例えば3つの頭のヘビがルーンスプールなんで、まあ、照らし合わせなくても3つヘビをねこう探せばよかったりもします。なので上の三角も2たすルーンスプールたす X は9っていう、この方程式を解けばいいってことになります。なのでまあ 9-2-3 で、まあ、4が答えっていうところで、はい、これで施錠完了で晴れて中の宝箱とかを取ることができます。お、カドガン教じゃねこれ。映画版でも出てくるよね。アズカバン出てくるよね。はい、よし、もう一問やってみますかね。移動したいと思います。はい、ありました。ここでやりましょうか。あ、ピーブスって出た。終結時の魔法大臣はアルバート・ブート。おー、ピーブス。ホグワーツが開校した時からいる暴れん坊トラブルメーカーで、あんまりメインストーリーに関わらないやつなんで、映画版でもう存在自体消されてたんですよね。結構ちょっとそれが、その原作好きとしてはピーブス出さないのっていうちょっと怒りどころだったんですけど、でも本当にピーブスの邪魔と、邪魔だけじゃなくてね、思いがけないアシストでハリーたちの一喜一憂がね、より豊かなものになっていったのは間違いなくて、原作では欠かせないホグワーツファミリーだったりするのかなって思ってます。はい、たまんないっすね、このゲーム。たまらんわ。はい、すいません、問題解きに来たのに脱線しましたが、やりましょう。はい、そうですね、並びはいつも同じです。0から9綺麗に並んでます。なのでまあここ見れば解けますね。まずは上から、5-3-0 なんで、ハテナは2っていう方程式が、まあ、解けます。なので2は、グラブホーンですね。はい。グラブホーンが出るまでここを押し続けます。はい。で、こちら、ユニコーンは、一角十なんで1なんで1か。はい。で、なので、12-4-1をすれば OK です。そうすると7なんで、7はあの、グリーンデローなのかわかんない。はい、これで開きます。ほい。で、これで宝箱ゲット。なんかここでね、セーブとリロードをし続けて、まあ、レジェンダリー装備出るまでやるっていう人も結構いるみたいですけど、てか、レジェンダリー引きましたよね、今。はい。ということで、すごい強烈そうなメガネゲットしたとこで今日は終わりになります。いや、このドアの解除方法は結構基本なので、わざわざ動画に残すことはないのかなと思いつつも、せっかくニュートスキャマンダー風の服だったんで、はい。魔法生物のとこも話しながらやってみました。魔法生物の話、ドアの解除方法、まあ、いろいろと参考になってれば嬉しい限りです。もしこの動画が分かりやすかったなと思ったら、高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。そんな感じで、今日も良い一日を、明日も良い一日を。以上、ココがお送りしました。またねー。